アコギなんですが、今アコギがそばにあるからただメインで弾いてるだけなんですが、昔雑誌でキース・リチャーズがアコギを弾けよと、アコギエレキじゃなくてアコギ弾かないとうまくなんないよみたいな話をしてたんですね。でまあそれぞれ携わっている楽器があると思うんですが、まあ楽器偏重すぎというか、楽器のそのポテンシャルに、ポテンシャルを追求するっていう立場というか、見方というか、そういう方向性もあるとは思うんですが、結局トータルで見て、結局音楽というのは聴いてる人のものだと思うんですね。まあもちろん演者の視点というのもあるとは思うんですが、結局人間というのは耳から来た音をこう捉えて音楽というものを判断するわけですから、いかにこうその人の心に響くものを提示していけるかっていう視点が大事かなと考えてますね。私なんかはまあプレイヤー、楽器のプレイヤーっていう視点っていうのは昔からあんまりなくて、最近ではこう、トータルでこう、音楽を見る、まあビートルズにおけるジョージ・マーティンでしたっけ。そういった、存在というか、視点というか、そういう方向なのかななんていう感じもしてきてますが、結局何かっていうと、まあ音楽は、音楽をライフワークにしている理由っていうのは、まあ自分が聴きたい音楽を作りたいんですよ。もうまあその一点に絞られますね。もうこれは最初から全く変わってませんね。だから自分が聴きたい音楽を死ぬまでに、作り出したいなっていう思いで今活動し、日々生活し、生きております。